英語とクイズの、心の世界やっていきたいと思います。1周年ですね。お、なんかフレンズ、ガチャできんじゃないのかな。ガチャたくさんできそうですね。フレンドはどこにある？フレンド申請していただいてるんで、もちろん承認します。今フレンド数は16人ですか。あまり遊んでないんでっていうのはあるんでしょうけど、誰？自分自身の攻撃は 55% 増えるってなってますね。ひとまず、ノーマルクエストをクリアしようとか言われてます。ただ、その前にガチャをやらないとね。メカ強襲ガチャ。いいですね。サマービーチガチャ。まずは。星見か。よくできました。絵と至る協力ユニット出現。絵とってよくわかんないですね。武器って結構大事なんですかね。まあいいや。お、なんかいいのが来る予感。になった。お、なんかすごいのが来そう。星のイグニト。これで終わりじゃない。星さん行くか。星さんだ。これも星3以上。これも星3以上いきます。さあ星4来るぞ。星さん来る。さあどうだ。これも星さん以上だ。かわいい。エレナ。おーっと、全部出ましたね。なかなかいいんじゃないでしょうか。このプレミアムガチャってやっぱりいいですよね。いいキャラクターを出すことができます。お、セブンスターズ確定ガチャっていうのがありますね。引いてみましょう。星4、これも星4ですね。星込み合いなのかな。
星さん以上。お、これは星さんですね。星3以上来る。星を来い。ああ、来ないか。いいだ。星3いいだです。これは星3以上。星を来るかも。来た、星4。さあ、今度は？あ、また。さっきのキャラだ。イグニット2回目です。これも星3以上だ。ほい、星4以上はならないか。いいですね。星は 3% ということですね。ってことは、星4が出るっていう、1回は出るってことは、よっぽど運がいいのか。ユニット見てみましょう。なるほど。あ、パーティー編成か。ごめんなさい。黄色の星4のパーティーっている？黄色は彼女だけか。進化できないかな？69まで行きましたね。彼女は必ず入れるんで。お、お金が足りない。
赤のパーティーいましたね。赤のパーティーに赤のパーティーが結構揃ってんですよね。赤はいいのが揃ってるんですけどね。あとは装備ですよね。できないのか、これは。まあ、早く進化させないといけないですよね。紫はどうかな。この辺とか入れ替えたいよな。28まで上がりましたね。
か緑か。緑はまだないんです。だからこの星音を上げるしかないような状況ですね。これ非常に難しいんだ、ナイトモードは。とりあえず使用する加護をプレイしましょう。ボツ属性は彼女を選んで、どんどん行きましょう。私だってみんなを守りたいんです。リクライいいですね、順調です。強い。オブジェクティブ。オブジェクティブはなんかな、正解だ。行きます。さあボス面です。回転って何だろう。あ、よかった、正解だった。守りを固くねは大事です。ブローワープじゃないの、ブルーワープか、そこ気になるんだ。しっかり立ちました。全問正解ですね。
で敵の面はわからない、敵の強さはわからないのか。これ行ってみますか。あれ、ダイエットって何だったっけ。国会正解。全員攻撃。やりました。そうですね。OK。スキルオッケーになってますよ。なんだろうこれ。スマイルアシスト。1体倒しました。面台なんですね、ミュージックスタンドって。どうですか、簡単に倒しましたね。どんどん行きます。どんどん行きましょう。私だってみんなを守りたいんです。一瞬今迷ってしまった。防御力が多いですよね。残り1体になりました。ってなんだ、クローゼットか壁か。あっと、やられた。リップはパーカーなんだこれ。もうちょっと、シンプルですね、これは。一体倒して、もう少し使ってしまいましょう、ヒールを。さあ、ボスだ。ラストか。エントランス。さあ行きます。
1体倒しました。強い。相手は回復してきます。おっと、二段攻撃。これで残り1体になりました。これかな。あ、よかった、ライセンスプレートで正解やった。待ち針でした。勝ちましたね。ポーション何に使うんだろう。どうぞごゆっくり。ようこそ。ビーチボールと1センチつなぐキットがいるみたい。これもいろいろいるみたいですね。これでレベル70いたしました。テッテレー、レベルアップです。武器ガチャやってみますか。おっと、星4のロケットランチャーを手に入れました。星3か。3以上。なんだこの反物。ギガリネ。3以上作る。ダイヤモンド。これも星3以上です。いろいろありますね。
対戦やってみますか、最後に。ね、あー、アクシスって軸なんだ。一体倒しました。スキル使いましょう。スライバー、よかった、正解でした。これで残り2体へ。しかしダメージはほとんど与えさせません。完全の正解です。赤が集中的にやられてますね。あ、しまった、ミスった。どんどん行きます。サムですね、倒しました。調整なんかビーナーだけか。あとちょっとクエストの中にレイド、協力してボス挑めっていうのがありますね。これかな。あ、挑戦できないんだ。これも難易度が高い。もう一回やりますか。ないかもしれないですね。平和の日、先制攻撃は奪いました。イニシアティブですね。行きます。
残り1体ほとんどダメージを食いません。倒しましたね。結構この普通に対戦やってても楽しい感じですね。これなんだろう、この上のショップって。あ、なるほど、いろいろ変えるんですね。スターダイヤガチャ券とかありますね。あと、あ、なるほど、エメラルドとか素材になるものが買えたりするんだ。精鋭ガチャ券ってなんだ。買っておきましょう。今後ともどうぞごひいきに。セブンスターズガチャ券とかありますよね。これですね、必ず精鋭ユニットが当たるってなってます。さあさあ、どうなんだろう。気温は確保できるってことかな。当然そうなりますよね。おっと、紫属性は星は適度な。今まで引いたことないキャラクターですね。装備編成の方が大事かも。彼女をちょっとレベル上げさせたいですね。とりあえずビギナーへ挑戦です。手加減するというか、逆に星分かっても能力の低いキャラを鍛えてもいいと思いますね。多分勝てると思うと思ったら結構手強い相手が来た。こちらが先制攻撃。今までのように甘くはない。それでいいのかな。 OK、 1体倒しました。ディレーションですね。残り2体。
ブロックをしながらクリアしていきましょう。自信のクォーク。おっと、虫の息だ。倒しました。さあ、ビギナーラストですね。相手も強いが、こちらが先制攻撃を奪いました。一気に2体ちょっと力差がありすぎますね。これはすごい。相手をパーフェクトだが簡単に倒しました。さあ、ビギナー2というのに上がれますね。ただし BP ポーションというのを使わないといけないんで、ちょっと今やめときます。今ランク19だからあと1つなんだな。1つで20挑戦できるんだよね。はい、というわけで、ここまでとしましょう。もう星神愛ちゃんでいいのかなを見ながら、お別れしたいと思います。ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。